ちは、今回のラーメン動画になるんですけど、今回のラーメン動画はこちら、じゃーん、おっとぎ、これおっとぎって読むんですよね、おっとぎキムチラーメン。なんと辛そうなラーメンですね。まあ韓国ですね、こういう風に見てもらうと分かるんですけど、アングル文字ですね。まあ外国製のラーメンなんですけれども、こちらなんか変わったところがあるかっていうと、特に普通のラーメンで、そうですね、ここら辺あたりに書いてあるのもまあ一緒ですね。油で揚げている麺で小麦粉使ってますね。まあちょっと辛いラーメンというふうな感じなんですけれども、まあいかにもキムチラーメン硬そう。ちょっと麺は太いんですけれども、これを食べてみたいと思います。それじゃあ、はい、ちょっと今回のやつ一回、麺を茹でる途中で一回止めました。なんでかっていうと、ちょっとースープ入れる前に、まあ、麺が茹で上がってるところを見たんですけども、まあ、結構汁の方に油が出てました。やっぱり油揚げてるので結構油が残ってるのかなと思うんで、一旦ちょっとこう胃がもたれるのが嫌だったんで、軽くお湯を入れ替えて、ちょっと油切りって形でしてみました。まあ、ちょっと、まあ味変わるのかどうかちょっとわからないんですけれども、まあなんせ初めてなんで、これでやってみようと思います。それじゃあ、はっ、はい、仕切り直しですね。では、ちょっとスープをまず見てみますか。スープ、うわ辛そうですね。あ、でもそんなに匂いがきついっていうわけじゃない。あ、でもなんか美味しそう。すげえ、まだ韓国の方が食べてて食べやすいですよね。こちらが麺、あ、ちょっと柔らかくなってますけど、いいんじゃないですか、こちらの方が。さて、ちょっと豚肉も入れてみたんで、さて食べてみましょう。それではいただきます。うう、熱っ。うん、あ、麺はね、やっぱりね、小麦粉だけあってね、美味しいです。あ、これいける。でもそんなに辛くないな。キムチラーメンの割と。キムチ入れないとダメなのかな。キムチ入れないとダメなのかな。うん、あ、やっぱりね、唐辛子がね入ってるだけあって結構のせますね。お、これ辛いのか熱いのかよく分からん。でも、でもね、これはね、食べてて美味しいわ。麺がね、ツルツルしてますね。いい感じです。麺がね、ツルツルしてますね。いい感じです。
だったらね、結構ね、韓国料理って食えるのかもしれないね。あ、僕的にですね、うん、あ、ミツカとミツカとか野菜に合うね、うん、野菜と一緒に食べるのが美味しい、うん、あ、これいける、なんか辛そうに見えるんですけど、そんなにね、あの、なんていうか、痛くなるほどの辛さではない。うん。辛さちょうどいい。うん。いい感じじゃないですかこれ。おうおう。ちょっとあれですね。まだ腰が痛いから、体支えなきゃいけないんで片手で。うん。やっぱね、辛いやつ。豚肉は合いますね。うん。今回のね、キムチラーメンは近所の山屋で探してあったんですよ。で、まあ一袋120円くらいなので、まあ、おすすめかなって言えばおすすめですね。うん。あ、でもこれ辛いものにはちょっと物足んないかもしれないけど、あの、辛さ弱い人でもまあいけますね、これは。うん。やっぱ国産豚だと甘みがある。食べてると辛い中に豚肉の甘みがあって、これがいいタイミングでバランスを取ってくれるんですよね。Thank you.
回あれかもしれないね、お湯捨てた方がいいかもしれない。そんなに油濃くなかった。ごちそうさまでした。美味しかったです。さあ皆さんも一回食べてみてはどうですか。それじゃまた。